ギリギリのところパフムールです。ちょっとパスが乱れたか、しかしガルシアがキープ、入ってこの位置から2のショットです。サラの最初の得点はレイナルド・ガルシアです。チャップマンに対しては西川がつくが、リバウンド西川が取ります。早いパス回し、反対側でフィーラーが手を挙げますが、ここはバンクショットを決めていきました。おっと、ここはパスが乱れたところ、すぐに奪って早い攻めに変わる。ここもガルシアが起点になる。最後は7番の西川が決めていきました。ここまでのゲームの中の先ほどの得点シーンをご覧いただきましょう。早いパス回し、ガルシアから西川という縦に入れて、駒澤ここで奪いました。山下、ここはもう一人旅。やはり前回同様、この両者のお互いに十分に熟知しているというところ、スリーを狙っていく、決めていきました。佐賀にとっては大きな一本が決まりました。二人がかりパスをつないで中に切り込んでくる。ここをしっかり決め切りました佐賀です。そして実際に現状1区の1位、盤石の状態で勝ち上がっています。ただその佐賀にとって悔しい思いは前回の越谷の連敗。3を狙っていく、決まっていきます。25番、ここにもたくさんの両チームファンが駆けつけていますが、ただその中で序盤は佐賀ペースでゲームが進んでいます。ここはうまくかわ、ここまで3ポイント成功率は 39.3%、 今日のゲーム前の1点2位という好成績でした。中へ切り込んでいきましたが、ここはファールはないか。フィーラーから一旦徳川を挟んで3の位置、リバウンド、もう一度今度はトップから3ポイント構成です。今度はマッキントッシュ、越谷からするとなかなか連続得点というシチュエーションが生まれません。外に出してフリーの状態は徳川、3です。佐賀の3ポイント構成です。ショットクロックは5秒です。激しいディフェンス打たされた、しかし左コーナーから西、時間いっぱい、うまく壁を使って中に入りました西川、中の西、しっかりと中にトールが通りました。外に出した速いパス回し、西、もう一度フィーラーに戻して逆サイド、手を上げていた西川から中に入れて、しっかりと得点につなげていきます。前半のチームを引っ張っている二宮、ショットクロックは5秒、おっとここで奪った中央、これはなかなか止められないガルシア、ここからどのように最後のワンショット取りに行くか、プレッシャーをかけて3の位置から最後も3決めていきました。三原は前半まだ得点はありません。位置に入れて、さあガルシア、ここに鎌田がつく、その上からバンクショットを決めていきました。佐賀が40点に到達、リードを15点に広げます。前が壁を作る、ガルシアからちょっと乱れたが岸田構わず行く、得点に結びます。さあ山下、中に入れてじわりじわりと体を寄せる西川、ここは佐賀にとっては大きなポイントになります。ワンショット、中ではマッキントッシュが待つ、フィーラー逆サイドに振って西川、この位置から大きなスリーが決まります。さあここは佐賀、最後のワンショットどのようにいくか、ガルシア、おっと強制とかファールはないか、この位置から決めていきました。ショットクロックは10秒、越谷、駒澤、ここで奪った、さあ中央突破、ゆとりがあります。西川です、ファールはないか、バッツ、まあ、これも決められない。リバウンド今度は佐賀です。中央突破、ガルシア。まだ両チーム第4クォーター途中で50点台の攻防、佐賀8点のリード。ガルシア外に出して西川、中に入って、これは2ポイントです。左のコーナーにフィーラー構えます。さあガルシアは中央突破だ、そしてフィーラーダンクです。体を寄せた長谷川が行く、逆サイドには西川、自ら行きました。ショットクロックは10秒、ここで奪った、
独走ガルシア一つ決めたかった流れ、しかしここで奪ってガルシア独走でした。サイを壁に使って切り込むコーナー手前、時間を目いっぱい使って決めました。松山の怪我の状態というのも非常に心配な中ではありますが、駒澤切り込む、ここも高い壁、ちょっとパスが乱れて